はい。これね、今夜明日のスケジュール確認し、今後の相場相当一つ、明日から明日と儲かる銘柄を勝手に予想する静か、静かよつけの明日はこれを買いのコーナーです。25日、今夜はもう、23時に、アメリカの8月新築住宅販売が、発表になります。そして、日米首脳会議はもう、まだ、何時なんですか？なんかあんまりそんな感じじゃないのかな。ちょっとわかんない。はい。では。明日塗っていきましょう。権利付き最終日になります、9月ね。お気をつけください。なんか優待取りたい、配当買いたい、配当取りたい方は、明日までです。海外の方、4、6月期の GDP 確定値、アメリカの方、21時半に発表です。そして8月の仮契約住宅販売指数が23時発表。そしてアクセンチュアはマイクロンテクノロジー決算発表ありますので、半導体とかね、どうなるかなってところありますね。決算発表、国内は薬の青木ホールディングス一応注目です。また、オプトエレクトロニクス、ニータカ、ゲームウィズ、平山、内藤石中ですね。内藤とかね、気になりますけど、一応今回薬の青木でいきたいと思います。薬の青木は第1クォーターですね。結構コンセンサス強めの数字。10% くらい？もうちょっと乗っかってんのか。の増益を一応第1クォーターのところで見込んでおりますが、ただ、通期通してではそんなに強い数字じゃないですよね。1%、1桁台の増益見通しということなんで、そこまでが行くぞっていうことではなさそうなので、まあ、このぐらいの数字はなんとかクリアしてほしいなっていう感じ。ですね、この会社を押すとコンセンサスはねという形ですので、薬の青木、注目していきたいと思います。いける方はですね、ちょっと値傘ですんで、まあ、無理しない程度で、まあ、ちょっとまた高値水準高いところにありますんでね、今ね、ちょっと気をつけくださいということでありました。以上、明日の推奨でありました。まあ、あとちょっと内藤とかね、比較的低株なので、そっち行ってもいいかもしれないですけどね。ないと、あれ。はい、240円とかなんで、まぁ、ちょっと一発勝負してみてもいいかなって感じです。ゲームウィズが随分今安いですから、そっちもありかも。そんな感じです。まあ、ずっと下落基調を続けて、やっと下げ止まったかな、どうなのかなっていう感じのところですから、これ一ついい決算。上期かな。第一クォーター、違う、今期の見通しが悪くて、多分第一クォーターですね。そうですね。の決算になると思いましたんで、まあ、思ったより悪くないね、みたいな数字が出せれば、底入れっていうことになろうかと思いますね。期待していきましょう。ということでありまして、明日の推奨でした。では、明日の個別材料を見ていきましょう。まずはメディネット。業績予想の修正です。19年9月期終わりそうな期ですかね。終わる、もうすぐ終わる期なのかな。違うのかな。半期、なんだろう。末締めじゃないのかな。営業赤字。業績予想修正で営業赤字16億3500万円と予想しておりましたが、赤字幅縮小の予想ですね、9億8400万円に縮小する予定だと、情報修正ですね、一応ね、となっております。アイロムグループ、子会社の ID ファーマがオーストリアのイノーバセル社から製造住宅、第三者割当増資を引き受けたと発表しておりますと。製造受託契約では第三者割当増資ですね。ということです。バリューコマース。ダイナテックを子会社化し、宿泊施設向け事業を開始すると発表しております。いろいろやるんですね。バリューコマースもね。続いて、メトレックス業績予想の修正です。19年12月期通期の業績予想。営業赤字。
9億4900万円と予想しておりましたが、倍増ですね、18億6600万円の赤字が膨らむという想定であります。これはちょっとやばそうですね、メドレックス。続いて東洋アサの20年2月期の業績予想の修正です。営業利益の予想で8億円と予想しておりましたが、5億6000万円に下方修正、前期比 38.3% 減と見ておりましたが、 56.8% 減益となる予想だそうです。マネジメントソリューションズ、立ち上げ分配20万株発表しております。東証一部への形式基準充足のためだそうです。あんまり動かなくなっちゃいましたね、Mソルね。でした。続いて西松屋チェーン、上期の業績予想の発表でした。営業利益22億2600万円ということで、前年同期 28.8% 減益。まあそんなもんでしょうね、はい、でした。 V テク、中国で子会社とが合弁会社を設立するという発表しておりますということでした。以上、明日の個別材料でした。あんまりなんかないですね、ネタがこの時期ね、9月末ということでありまして、ヨーロッパの状況を見ておきましょうね。で、その前にドル円、107円29銭と、為替はまあまあしっかりしてるかなという印象なんですが、どうもこれが先物とかになってくると話が変わってくるということなんですよね。ニューヨークでは先物26,733ドルということで、まあ、日中割値から70ドルぐらい、日中割値じゃないか、現物の終値から70ドルぐらい安い水準となっております。日経平均先物21,680円ですね。結構下げてます。120円安です。日中割値からね。何なんだよって感じですけども。はい。なんか厳しいですね。ヨーロッパ全面安ですね。イギリス 0.97% マイナス、ドイツ 1.28% マイナス、フランス 1.65% マイナスということで、1% 以上のマイナスがほとんどですね。オーストラリアに関しては 2.37% マイナスということで、ヨーロッパ全面安という形です。ちょっと今日は厳しそうな展開でしょうかね。まあ久々ここまでね、駆け上がってきたんで、日経平均とかにしてもちょっと一服するようなタイミングだし、まあ、買い場だと、まあ、優待配当を取りやすい形にしてくれてるということでですね、なんか拾いに行くのもいいんじゃないかなと思いますんで、そういって去年の末なんかもそんな感じだったと思うんですよね。で、年明けまでちょっと厳しかったですけど、数日我慢すればすぐ戻ってきたみたいな感じでしたんで、安いところは堂々と、配当優待取りに行きましょう。はい、こんな感じですね。日経平均、まあ、200円安ぐらい、そろそろちょっと確保しなきゃいけない。まあ、今日言われてたのが、その5日移動平均がサポートになってきたところ、今日下抜けて終わっちゃったねってところが、やっぱり、ちょっと転換になってしまうかなという感じありますんで、ちょっと大幅なね、200円安ぐらいまでちょっと覚悟しなきゃいけないところなのかなと。まあ、今日その配当、みたいな買いとか、ね、いろいろ売り算溜まってるところから、ちょっとね、買いが入ってきたりとか、そういう期待もあるんだと思いますんで、ちょっとね、その辺も含めて下支えになる動きもそれなりにあると思いますんで、そういったところ期待しておきましょう。人知れた今日でどうなったかな、なんかまっくりあたり、そして明日でちょっとデッドクロスが発生してしまうかもしれないっていうところですんで、ちょっともういっぱいかもしれないですね、一旦ね。そんなところでありました。ちょっとまた下落覚悟しながら、まあ、小型でしょうね、またね、そっちに多分帰ってくるタイミングになってくると思いますんで、まあ、勝負するんだったら小型の工業石銘柄をまたしっかり、ね、見つけていくようなことでよろしいかと思いますんで、はい、そんな形でした。今日はサクッと内容が終わってしまいましたね。もう決算ないとこんなもんですね、本当にね。ということで、まだ今日も暑かったですけどね、今週あと2日、まあ4日しかなかったで早いですね。で、終わってしまえば土曜日私の誕生日、生誕祭ですので、一つお願いします。まあ何をお願いするのかわかんないですけど、何でしょうね、まあシステムとかソフトとかそういうところをもう一回拾いに行く。で、
まあ、半導体関連とか、電子部品、まあ、太陽油田とかね、ちょっと強いんですけどね、まあ、売り算がやっぱり相当溜まってきてるっていうのはあるんで、ちょっとその辺は、ね、買いざすし、なんか、踏まされてる動きもやっぱりあるんだろうなとか、思いますけど、もちろんね。そう、かなり売りが かさんでる感じですよ、確かに。そう、なので。まあ、それでハンド、サムコとかだったらどんなもんなんでしょうね。やっぱ改ざんが多いですもんね、サムコとかね。東京エレクトロンとか。あ、こっちは売り算が多いんだ。だそうです。そうすると、まあ、東京エレクトロンとか太陽油田の方が下げにくいのかな。ただ太陽油田も下げるときに一気に下げてきますからね。ちょっとこの辺はご注意ください。今日2.8%も上昇したらなんかよくわかんない動きでありますけどね。iPhone、新型 iPhone そんなに売れてないんじゃないかなとかっていう気がしますんで。とどっかではしごを外されるような気がしますよね。だったらもう引き続き、ビリングシステムとかやっぱりね、いいですよね。ここまで下がってきたのがちょっと不思議なぐらいな感じだったんで、まあ、改めて評価されて個人的には良かったなって思ってますけどね。はい、そんなことでした。ということで、今日は早めに終わりたいと思います。以上、静かですけど、明日はこれを買えでした。